はい、ラジオでございます。今日もちょっと大きいのが遅くて8時になってしまいました。早朝に見ていただいている方はごめんなさい。まあ昨日もいっぱいあげたので、まあギターも弾いたのでまた見たってください。今日は先日あげた石原裕次郎さんの曲がすごく皆さん見てくださったので、今日も一曲裕次郎さんの曲、一番まあ、最新と言ったら怒られるけど、まあ最後の方に出された北の旅人が人気あるみたいなんで行きますね。今日は夢寝てねえから声出るかな。遊びすぎたらあかんね。まあ、本読みすぎて遅くまで起きてしまいました。寝不足の凪でした。たどり着いたら岬の外れ、赤い火がつくぼつりとひとつ、今でもあなたを待ってると、愛しいお前の呼ぶ声が俺の背中で風になる。夜の後ろは雨になるだろう。古い酒場で噂を聞いた、窓の向こうは木枯らし混じり、半年前までいたという泣き癖酒癖涙癖、どこへ行ったか細い影、夜の函館霧が辛すぎる。空でちぎれるあの汽笛さえ、泣いて別れる最果て港、一度はこの手に抱きしめて泣かせてやりたい思い切り、言える面影尋ね人、夜の小樽は雪が語り舞う。ゆうちゃん、石原裕次郎さんで北の旅人でした。凪でした。ぜひまだ登録されてない方はお友達になってください。ここでチャンネルしてね、チャンネル登録してね。 See you。 凪でした。
まだ遊び来てね。